菅原氏お休みなんだ。なんだこのシンクロ。意外性はありますよ、女子高生。思ってたベクトルとは違う方向でバカなんだなって。バカとかベタとか本当に失礼ですよね。すいません、ベタって言ったこと根に持ってるのかなって。フォローのつもりでしたが。正直に言います、私初めて発情するってことの意味が分かりました。うん。今動揺しましたね。ああいや、急だったので。私の言葉はベタだから問題ないんじゃなかったんですか。今のはベタじゃなかったので。やはりそうか。本郷さん。ミロ先生、お願いします。私にリアルを教えてください。